はいどうも、こんなやつをテニプリで見たことあるミストです。本日はですね、このランスロットの解放動画となります。というわけでね、全国迅春野球大会2018のね、結果をまだ見てないので、そちらの報酬を受け取ってから45を目指して解放していきたいと思います。では見ていきましょう。全国大会結果発表。さあ、全国大会8位ベスト8達成おめでとう。というわけでですね、なんとかベスト8に入ることができました。報酬が SR が1枚、ピエール勝ち金が3枚、交換所悪い剣3枚、下毒属金と、あとあれかな、わかんない。で、優勝にはちょっと遠かったけど、上位優勝立派で、ちょっとどころじゃないけどね。1位と8位というのはね、全然ちょっとではないですよ。はい、では全体ランキングの結果発表。はい、てん。1691位ということでね、なんとか狙いの順位に入ることができました。こちらの報酬はなんとですね、SR が3枚、ハゲが1枚、鍵が14、投手の極意、その他、ということでね。並木ちゃんから何も言葉をかけてもらえませんでした。はい、まあ、振り返っていきますか。まずね、1位のゆずさん、本当にありがとうございました。300億ね、達成してくださったということで、報酬が SS ランクになることができました。はい、これ見ていただける通りね、本当に皆さんね、よく走ってるなという感じでした。1位の方が300億、2位の方が240億、3位が161億、4位の方が82億、5位が76億、6位が75億、7位が45億、で、私35億。あれ?どっかで聞いたことありますね。という感じでね、まあ、グループはもう結構ね、チームランクが SS ということで、まあね、ツイッター上でもね、結構知ってる方が多い多いグループでしたね。うん。でもなんか、ちょっと雑音が入りましたけど、気にしないでください。いやー、まあ、知ってる人ばっかり最初はね、もうこれ終わったなって思ったんですけども、まあまあ、今日にはね、入り慣れてるんで、うまくね、順位を調整して、目標の順位、うん。SR が最低限もらえるこの8位に入ることができたので、私は満足しております。全体ランキングもね、うん、この1000位から2000位の調整もね、結構大変でしたね。うん、途中、まあ、グループ8位を取るために、まあ、800位くらいまでね、上げたりして、あ、これ、ワンチャン PSR もらっちゃう報酬になっちゃったな、とも思ったんですけど、そっからね、落ちたり上がったり繰り返して、最後の1時間くらいかな、もうなんかガーッとね、後ろが走ってきて、もう落ちる一方でね、ちょっと焦りつつも、なんとかね、1000位、2000位の間を取ることができました。というわけで、振り返りはこの辺にしといて、はい、こんな感じでね、アイテムをもらいましたね。ランスロットが SR3 枚ん?3 枚あ、4枚か、びっくりした。ここにしかいねえかと思ったわ。3枚、4枚ですね。これをもらいます。もらっていく。で、さっきお見せした通り、PR がね、3枚だけいるんですよ。で、この3枚でね、2つの解放を通すのはまあ無理だと思うんでね、この豊富な PR 博士像を使っていきたいと思います。まあその前に PR ガチャ券をいただいたんでね、PR ガチャ券引いていきたいと思います。ここね、フリスラミヤビが来てきましたね。うん。まあ PR で言うと本当にね、今欲しいのはクネミアと、サガラ、マジで来てほしいですね。これ狙いで引いていきたいと思います。いや、マジで頼む。解放のためにもね、この二人マジで、ね、必要なんですよ。思いを届け。さあ。あー、惜しいな。彼女キャラっていうところまであってたけど。頼む。じらしていきます、ここは。SR 出ちゃってもいいよ、SR 出ちゃっても。うん。せめて解放できるキャラ。頼む!誰だお前は。目つきが悪いわ。まるで、なんでもないです。さあ、3回ともググったよ。出ちゃってもいいんじゃない?うん。頼む、解放したい、解放したい。解放したい!あー、もう筆かす。
最後の思いを込めて PR ミキサーしていきたいと思います。こうだね。よし、行こう。頼むよ。せめて解放できるキャラ来ようよ。というわけでラグりました。アクセスが集中してんのかな、この時間。はよう。Wi-Fi がバグったかな。こういった。頼む。さがら、くねみや、さがら、くねみや、さがら、くねみや。おー、来た!マジか!ははは!これは神すぎる。ピンポイントで引いていく。マジか。やってよかったわ。はい、というわけでね、意気揚々と、ランスロットの解放をしていきたいと思います。まずはこの PR にハゲを5枚ね、使います。はい、躊躇なく使います。はい。で、こうですね。はい、で、もう勝負は早いですよ。この SR に、ポン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 。はい。これでワンチャン45になります。この、PR プラ5がね、2段階行ってくれれば、プラス5になるという感じですね。うん、マジで頼む。これ以上ハゲは使いたくないんで、本当にね、ここで行ってくれないと、かなり、ギャンブルをね、しなくちゃいけなくなってしまうので、本当に祈りたいと思います。よし!サムネもこれでいこうかな。多分これにはなってないと思うんですけど。頼むよ、マジで。頼む!あのね、サムネに書いてると思うんですけど、王座決定戦ではね、こいつ必須なんで、マジで。うん。必須なんで、自前で45で持っておきたいんです。本当にお願いいたします!1!2!3!4! いけ!うわー、もうやらかしたよ、こいつ。はぁ。ってなると、もう PR で勝負。一回だけします。で、これでいかなかったら、もう PR ハゲ5枚、またさらに使わなきゃいけないというね。うわー、きついなー、マジで。解放運がない。通ってくれることを祈るしかないよね。はい。まあ、紹介が忘れたんですけど、45で、練習効果 20% です。もう本当にこれはマジないと困る。うん。いきなり練習効果 20% つっからね。これはもう、行くしかないんですよ。本当に頼みますよ。まあ、これ行かなかったら、もう潔く影使います。痛えなぁ。PR5 枚。いや、痛いけど。いいけど行くしかないんだよね。これでマジ通ってくれたら言うことないっす。うん、全然 OK です。頼むよ、行ってくれ。辛いんだよこれ以上使うな。よし、思いを届け、君に届け、行きます。行け。よっしゃ、あぶねー、あぶねー。うわあ、心臓に悪いわ、本当に。まあね。本当に PSR の解放をね、された方に比べたら全然ですけど、全然前世ですけど、はい。よかったです。うわぁ、セーフ。PR ハゲ5枚浮きましたね。浮いたというか、使わないで済みましたね。もう、マジで困るわ、本当にこういうの。オッケー。ハゲも使うわけじゃねえや。ハゲも使おう。よーし。いいよ、贅沢に行こう、贅沢に。うーい。よし、湖の騎士。ということで、完成しましたね。まあ、せっかくなんで、相良の解放もやっていこうか。やべ。もう、これよ。もう、これ忘れちゃうんだよね。まあ、しょうがない。相良式。行こう。まあ、これはどうしようかな。1,2,3,4,5,3 で行こうか。5,3 で行こう。ちょっとでも一気にね、全部やってね、うまくいった試しないんで5,3で行きますわ。さあ、
ちゃって、OK、からの、からの、確率通りですね。はい、で、ここでワンチャン、5まで行ってくれると嬉しいよ。奇跡の解放を見たいです。1! まあ、いいよ。君はゆっくり育てます。はい。まあ、自前で42と、41がいるんでね。次もまたここ2段階行ってくれたらハッピーって感じですね。こんな感じかな。うん。メガネ登場の情報もね、解禁されましたね。安倍比が追加で金徳が高級筆だと、超尻上がりに変わるという感じでしたね。うん。という感じで、まあ、この後ね、大田決定戦に関しては、まあ、仲のいいのね、仲いい方とね、ちょっと作戦会議も兼ねて、デッキのね、立ち回りだったも、だったりも考えていきたいと思いますので、まあ、そちらね、情報共有明日できたらいいかなっていう感じですね。うん。はい。まあ、まずね、アーサーを私持ってないんで、そこをね、フレンド枠でもう固定なんですよ。うん。そこを借りるしかないので、まあ、それは頭に入れつつ、立ち回っていきたいと思います。ゲーシュン、頑張るよ。ゲーシュンじゃねえや。ゲーシュンじゃねえよ。大田決定戦、頑張るよ。うん。今、グループマッチング中ですね。明日からですね。うん。頑張りたいと思います。なんだっけ。なんて言うんだっけ、もう。ねえ、もうね、疲れてるとね、日本語忘れるんだよね。なんだっけ。あ、そう、壇上。壇上ね、2枠なんでね、当日は。うん、そこを目指して、頑張っていきたいと思います。またね、500以内で PSR のメガネ登場をもらえるんで、そこは絶対にいけるように、立ち回りをね、試行錯誤して頑張っていきたいと思いますので、応援の方でよろしくお願いします。で、今回の動画は以上としたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価のほどお願いします。皆様のランスロットの解放結果はいかがでしたでしょうか？では失礼します。See you!